OMG 初心者講座。さあ唐突に始まりました初心者講座。この動画は MMD をもっと使いこなしたい向上心に溢れる MM ダーに対して表現が広がったりしなかったりするかもしれない知識をお教えする動画です。基本的にモーション関連だから紙芝居派は役立たないかもしれないぜ。さて、記念すべき第1回講座は。なびきの表現。髪がなびいたりスカートがなびいたりするってなんかいいよな。そうよね、これが使えるようになれば表現が広がるんじゃないかしら。でも難しいんじゃないか。クロートは全部手打ちかもしれないけど物理演算をうまく使えば簡単なのよ。じゃあ早速好きなモデルを入れてやってみよう。左下の、モデル操作、をカメラ、照明、アクセサリーに設定。上の、物理演算、を選択し、重力設定、をクリック。そして X 軸を適当にいじる。うわ、私のスカートと髪の毛が荒ぶり出したぜ。斜めに風を吹かせたいなら Z 軸も混ぜるといいわね。今回は X 軸を1にして登録するわよ。私のスカートと髪の毛が右に引っ張られてるぜ。風でなびいているようにするには一手間加える必要があるのよ。フレームを適当に5に動かしてまた、重力設定、を開く。で、今度はデフォルトに戻す。今回は X 軸を0に戻すだけだな。ちょっと5フレームは短すぎるので重力キーを選択して30フレームぐらいまでドラッグしよう。で、再生すると。おお、なびいたぜ。で、0フレームのキーと30フレームのキーを選択してコピーし、貼り付けて適当に配置すれば。いい感じになったぜ。これはちょっと甘いけど、そこは慣れてくると調節できるようになるわよ。MMD って結局慣れなんだな。慣れよ。ってことで第1回講座は終わりよ。短すぎじゃないか。ダラダラと長い動画より早いんじゃないかしら。これからも需要があれば続けていくつもりよ。それじゃあまた次回。バイ。